本日より開催された麻雀の大会 MM リーグ記念すべき第1回目のメンバーをご紹介いたします。トンチャにはこの男、タンヤオヒットマン松本弱弘、三度の飯よりタンヤオが好き、マンガン以上の手は年に1回出るかどうか、今宵は年に1回を出せるのか。なんちゃにはなんとこの男が来てくれた、泣き虫太崎誠、勝負手ほどメンタルが崩壊し10分以上の長考を見せる人災。今日はこの男に勝負手が来ないことを願うばかりだ。シャーチャには麻雀ノンハイブリッドアホウドリショー、一つのことしかできない視野狭人間、牌を俯瞰で見れない彼のハイパイを見ればコメント欄が荒れるのは必須。最後ペイチャには安牌知らずの男、レッツゴー小林、完全ノーガードで振り込み率 50% の超危険人物、彼の麻雀は放送事故間違いなしだ。太崎選手、勝敗で上がり放棄です。状況的にですかね、結構悩んだんですよ。ただやっぱチーム状況のことを考えたら現状維持で行こうと思ったんですけどね。やっぱチーム状況、行こうと思いました。